お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、よいしょ、こちらのもうババゴヤサージですね。前もずっと使ってたやつなんですけど、とちょいとね、まあちょっと前かに環境が変わりまして、いろいろ変わったんですけど、結局こいつが強くて、マジでなんだろうな、スケラが増えたりしてるんですよね今なんですけど、結局三重石が、まあ、スケラに対して強いのと、ホバリングもね、そう強いからっていうので、普通にこのデッキがまだまだ現役でしたっていうね話。はい、というわけで、やるんですけど、その前にこのウルキンがね、まあ溜まったので、まあどうせ開くなら道具内で開こうかなってわけで、よいしょ。はい、もうね、最近誰のが映ったのかわかんないですけど、よいしょっていうのをすごい言っちゃうんですよね、よいしょってね。なんかめちゃくちゃ便利なんですよねわかんないけど、なんか誰だろうな、でもよいしょっていうのは多分ライキさんとかしかいないんだよな、多分。わかんないけどな、多分ライキさんのとか映ったのかなと思いつつね、まあよいしょよいしょ言っちゃいますねみたいなことがありますね。はい、ってなわけでですね、やっていきますか。今多分あれだな、マルチさんも6000、もう6000とか出てるかもしんない。まだ53とかだから頑張ってあげないといけない。よろしくお願いします。さあ、で、あとね、何が増えたか、親衛隊とかも増えたんすね。親衛隊とかも増えて、ボーラーがちょくちょくいるかなぐらいですかね。ボーラーだとなかなかめんどっちいんすけど、まあ言うほど厄介なわけでもないんで、よいしょ。これもロリババが OP ですよね。よいしょ。はいはいはい。で、このディガー来るとちょいやばい。ああ、来た。けど、まあ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 。まあまあまあ、これで自然にカウンターですね。あ、ああ、それはうまい。いいファイブですね、相手は。相手はコウモリに、アウトローに、吹き矢。覚えてきたやつね。コウモリ、アウトロ、フキア、ディガー、迫撃、スペルト、もう一個ユニットだな。やばい、これやばい。まあまあまあ、あー、このフキアが痛いんですよね。コウモリ、アウトロ、ギャングか。もう一個小物が、でもフキアだったからワンチャンない。この迫撃は正直美味しいかな。これも美味しいかな。オーバー出して、ここにもしかしたらコウモリ相手が出してきますね。あ。届くんだ。E5。でもこれ多分相手、陸が、そう、しんどいから入って、ワンチャンこれディガー来ますね。いや、来ないか。ディガー来てたら、あ、来るんかい。けど、これ美味しいですね。で、これ多分、意外と、あー、ザップかいな。これなんだろう、アウトローかな。アウトローだったら5打ちます。あー、まあいいや。オッケーオッケー。まあ悪くはないペースですね。よいしょ。よいしょ。やっちゃうよと。そう、最近ね、ライクさんが、の動画、サムネを頼む人が多分変わったんですよね。リカプリプリさんって方が多分今作ってくれてるんかな。もうサムネがめちゃんこ可愛いんですよね。そのライキさんの動画見てる方はわかると思うんですよ。けど、マジでやばい。絵が上手すぎて、マジで可愛いんですよ。本当に。そう、一回まだ見てない方は見たらいいと思うんですけど、絵がマジで可愛くて、やばいですね。上手すぎて。上手すぎの可愛すぎで、サムネの絵を見ちゃいますね。本当にやばいっすよね。しかもなんか一回僕と焼き鳥とフチパイセンとライキさんと天骨か、天骨のその5人のまあわちゃわちゃの動画があった時に、そのやっぱ5人のね、写真というか人の絵を描いてたんですけど、5人めちゃくちゃ特徴を捉えてて、もう天骨とかが「お前天骨や」みたいな、もうね、やばいぐらい似すぎててやばいみたいなとこありましたね。マジで見てない方はね、ライクさんの動画を見れば
わかると思うんで、ぜひぜひサムネだけでもね覗いてみたらいいと思いますね。よいしょ。はい、でまた吐き気多分ディガーですね。多いなこのデッキは。いつになってもいますね。いつになっても、いつになっても、君は本当に長生きだ。嫌いなんですよね僕吐き気、まあ、嫌いというか苦手ですね相手にするの。これバーバリア戻ってくるね。優秀ふーで、アイスピリア、え、珍しくね。さあ、あ、え、待て待て、なんか全然違う、全然違うやんけ。さっきもバレ飛んできた、でも。あれ、あ、アウトローカーズだ。え、でも迫撃あった。いや、迫撃ないや。何言ってたんだろう、さっきまで。いやいや、普通のアウトローカーズだった。KK があれだ。今、KK が多分これでグロ1ぐらいいってるんですよ、あの子。なんかやばいから。だからか。そういうことっすね。シンプルにそういうことだ。あ、これいらなかったな。まあいいや。よしよし。で、相手が枯渇だから、まあバレルにとりあえずロリババ転がしとけばなんとかなるし、まあロケットだとして、三死が結構しんどいだろうから。まあまだですね。こっからですね。後半からが勝負。まあ、転がして、でも相手がそしたらアウトローとコバ、あのフキヤちゃんが無双しちゃうから、やばい、これはもったいない。この言うのめちゃくちゃもったいない。一回声出して、これはコウモリで受ける。いや、むず、受けるの。オッケーオッケー。で、相手ホバリングが多分鬼しんどいっすわ、これ。今フキヤ咲いたんで、もうこれ、あー、これ大きい、絶対大きい。あー、そりゃそうだ。オッケー。でまあ3、おいしい、これ勝った、勝ったわ。あ、待って、しゃしゃったかも。いや、言うてこれでも相手逆しんどくて、あっちゅう処理しないといけないから、この瞬間にこう攻めてあげつつやると、オッケー、勝ったぞ。これで左も攻めてあげれば、はいはいはい。まあ、どっちもどっこいしょってやつですね。ふーし。これ、世界大会のやつを見に行ったときに、なんか YouTube、で見るとかな、なんか、もらいましたね。スタンプ。ちょっとグローバル大会がなんか、緑色なのなんでみたいなのあったんですけど、緑色というか、これ多分宝箱は多分僕開けてないから、ですね。正直、16勝でもらえるんですけど、これいらないんですよね僕マジで。本当にあるから、ゴブシャイとライドラ以外、まあ、全部持ってるんでいらないなっていうので開けてないで、まあ、ずっと残ってる感じですかね。よいしょ。さあラスト、久しぶりに参照動画行きたいですねマジで。結構負けが続いちゃってる感があるんで、最近そういうところしっかりしないとダメですね。やば、なんか光っとるやん、君。ほーぐらいなー。よいしょ。ザップ使った。ホグザップ?ミニペ?え?何の出来?あ、ホグ売りだ。これあれだ。でもザップか。みかんさんがホグ売りのウッド版の動画出してたな。そう、最近、YouTube ちょくちょく見てるんですよね、意外と。僕もともと、YouTube っていうものを全く見ない人だったんですよね。だから、YouTuber で、どんな人がいるのかすらも全く分かんなかったんですけど、最近ちゃんと時間ができたんでね、ちょいちょい見たりはするんですけど、そうそうだ、ホグフリーだ。これフリーズなんですよね。テンプレっすね、これでも相手のデッキは。結構昔から存在してたやつで、せー、まあ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 、まあ、あのプリンちゃん届かないなこれけど、まあ待って、フリーズだから30死がめちゃくちゃしんどいはずですね。でもミニペッカーとフリーズで正直両サイ防衛されるんですけど、あ、やばい、これやったかも。これ延命されると、あー、やめやめ、これフリーズ、これにホグ飛ばしてからの、やばい、これがやばい、これがやばい。そう、もうこれでタオ折られちゃうんで、この人たち、タチ悪いから、
このあの逆サイにあのミニペッカで処理するんですよ。嫌いだわ。だからもうこの瞬間ね攻めるしかない。よいしょ。でどうにか1個もぎ取りたい、もぎ取りたい。 OK OK。 だから問題こっからですね。よし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 。とりあえず後ろホバリングとかしとけばなんとかなるね。でホグもババコ屋で取んないからね。もうもうね、もうホグ一発も通さないよの横横の構えで、これ5あるからこれごめんね。あー美味しい。あー当たらなかった。でこれガゴ読みのコウモリ OK。 あー待って、ホバリング君なら耐えれる。あー無理だった、甘かった。でこれはあのあれ邪魔っちいから、いや邪魔っちいって言い方ダメだな申し訳ないけどこういうことですね。もう延命の極みというか、残る、もう残る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 いっぱいの。あ今相手しかもザップ打った。これ相手しかもミニペも冴えたから超絶カウンターの極み。よいしょ。あー出た出たよー。それ防衛最強カードフリーズ。まあね、ババコヤ置いとけば大丈夫だけど、今やばい、今来るとやばい、今来るとやばい、今来るとやばい。やめて、マジやめて。これ多分近場大事、近場、そう近く、近場近く。はいはい、まあまあまあ、あーうまいですねそのミニメッカさんは。ザップ使ったんですよ、僕そういうの見逃さないんで。でガゴ来ても大丈夫で、防衛フリーズで、そうだよね絶対決着つかんやんけって思ってると、これ多分ね一気に持ってかれちゃうのがよくあるあるですね。一回三試展開しますか。であのプリンロリって、あのプリンロリってからの古女ってホバルか。 OK。 石が待って、今相手ガゴ咲いた。でこのホバリングとかの位置をちょっと遠めにしとくと相手のフリーズをねちょっと避ける。そう避けたい避けたい。 OK いいよ。でここにゴブリン来る読みのロリって、あ外したけどいいや。これはマスケが勝つ。 OK 勝った。まあこれは相性が神がかってるんですけど、まあ、言うてね勝てば正義ですから。 OK。まあ、ほぐりな、ほぐりめちゃくちゃ僕も今強いと思うんですよね。なんかフリーズがすごい強くなったから、フリーズプラスはザップとかでガゴムレも飛ばせるし、フリーズでコウモリとかも飛ばせるからめちゃくちゃ強いと思うんですけど、強いと思うんですけどね、これはホバリングとかが鬼しんどいかなってやつですね、はい、よいしょ。というわけで久しぶりに参照動画、いやーこれは良かったですね。はい、なんで結局強いんですよ。なんかいろんな最近のね時代の出来とか使っても勝てなかったりするんですけど、結局ね強いババコヤ、結局強いババコヤなんでね、多分今日2本目もババコヤだから、ぜひね、まあ、見てもらえるといいなと思います。というわけで1本目終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。